今日はレンジファインダーカメラの最高峰といわれるライカ M3 についてお話ししたいと思います。早速ですが、 M 型ライカの年表をご覧ください。これはネットのライカカメラフォーラムウィキというページを元にまとめたものです。このページはライカに関する情報が網羅的に集められているので、私もよく参考にしています。リンク先は概要欄に記載しておきます。 M3 が発売されたのは1954年、今から60年以上も前になります。当時最高峰のカメラと言われたパルナック型ライカの後継機種として M3 は発売されました。では M 型の元祖でライカの王様とも言われる M3 について、それまでのパルナック型ライカから改善された点を中心に見ていきましょう。まずはこれです。ファインダーですね。ちなみにパルナック型のファインダーはこのようになっています。パルナック型では真ん中の四角い窓が構図を決めるビューファインダーで、この2つの丸い窓が距離計です。 M3 を見てみましょう。一番端の窓がビューファインダーで、ここに2つある距離計の窓のうち1つが統合されています。そしてパルナックではもう1つあった距離計の窓はこっちになります。では真ん中のこれは何ということになるわけですが、これはファインダーの中に装着したレンズに合わせたブライトフレームを表示するための光を取り込む採光窓になります。このファインダーの仕組みこそが M 型ライカの一番革新的な部分とされているところで、その中でも M3 のファインダーはとてもコストがかかった贅沢な作りになっています。では実際にパルナックライカのファインダーと M3 のファインダーを比較してみましょう。パルナックライカでは距離計によるピント合わせとビューファインダーによる構図合わせを別々に行います。左側がピント合わせ用で、右側が構図決め用です。これが実際に距離計を覗いたところです。ではピントを合わせてみましょう。二重像があったら目を右のファインダーにずらして構図決めを行います。どうですか？二重像はまだいいですが、構図決めのための像が随分と小さいと思いませんでしょうか？ちなみにこの 3F 型のファインダー倍率は 0.47 倍、また 50mm のレンズ専用になっています。一方の M3 の場合はピント合わせも構図決めもこの一つで行います。ピント合わせも簡単になりましたが、見えている像がパルナック型よりとても大きくて明るく見やすいことがお分かりになったかと思います。実は M3 のファインダー倍率は 0.91 倍で、パルナック型の倍くらいの大きさに見えていることになります。これが今でも M3 がレンジファインダーカメラの最高峰と呼ばれるゆえんになっています。また装着したレンズに応じて適合するブライトフレームが自動的に表示されるようになりました。ちなみに M3 の場合 50mm の枠は常に表示されています。 50mm 以外の枠は 90mm と 135mm です。ここが M3 の唯一ともいえる弱点で、広角レンズ用の枠がありません。パルナック型ではレンズマウントがスクリューマウント、いわゆるネジでしたが、これが M3 ではバイオネットマウントになってレンズの脱着が簡単になりました。ちなみに日本ではライカスクリューマウントのことを L マウントと呼んでいて、最近のミラーレス用の SL マウントや TL マウントとは名前がかぶっています。このチャンネルでは以後特に断りのない限り L マウントといった場合はスクリューマウントのことを指すことにします。
M マウントを採用するにあたってフランジバックがそれまでの L マウントの 28.8 ミリから 27.8 ミリに1ミリ短くなりました。このためこの1ミリの差を使ってこうした LM リングと呼ばれるマウントアダプターで従来のバルナック用レンズも M3 で使えるようになりました。フィルム操作関連でも大きく改善されています。ボディの背面が開くようになったためフィルムの装填がバルナック型に比べてやりやすくなりました。それからフィルム装填時スプールを引き抜くとフィルムカウンターが自動リセットされるようになりフィルムカウンターのセット作業がいらなくなりました。巻き上げはバルナック型のノブ式からレバー式に変更になりました。 M3 の初期型はレバー式でも2回巻き上げダブルストローク、後期型は1回巻き上げシングルストロークになっています。2回巻き上げの方が面倒ですが、ライカマニアの間では M3 の2回巻き上げの感触がスムーズで数ある M 型の中でも最高の感触と言われています。ただ60年以上も前のカメラですから当然個体差があります。ちなみに私のこの M3 は2回巻き上げのバージョンですが、そこまで素晴らしい感触ではありません。M3 と M2 の時代はエルンストライス社の絶頂期のモデルなので、現行のモデルとは全く違った最高の仕上げ、感触、精密感があります。このチャンネルをご覧になって、これから果敢にもライカ沼にはまろうとお考えの方には、いずれは M3 か M2 を手にされることになると思いますので、今のうちからぜひ店頭で実物をご覧になることをお勧めします。では、また次回の動画でお会いしましょう。